ミスターポンチのテレビショッピング。やあみんな元気かい？今日もミスターポンチが素敵な商品を紹介してくれるよと言いたいところだけど、いつも彼には驚かされてばかりだから、今日は逆に彼を驚かせてあげようと思うんだ。ズバリ寝起きドッキリ、楽しみだね。それでは早速ミスターポンチが泊まってるホテルにお邪魔してみよう。 Here we go。 おはようございます。ただいまの時刻朝の4時30分です。ここがミスターポンチが泊まってる部屋です。フロントに小銭を渡したら簡単に鍵を貸してくれました。それではバレないようにこっそり入ってみたいと思います。意外と綺麗にしてますね。あれ、ヨトリンクがこんなに、かなり疲れてるんですかね。それでは起こしてみたいと思います。ミスターポンチ、ミスターポンチ、ヘミスターポンチ、あれ何、嘘。 おはようミスターポンチ。寝起きドッキリなんだけど、隣にいる人は誰なんだい？いや、友達のマイケルだよ。友達？そうさ、僕たちは仲がいいんだ。そうだ、そんなことよりもこれを見てくれないか。8月30日渋谷オーウエストで行われるエンプティーブラックボックスのワンマンライブで売られる新作の T シャツなんだよ。どうだい、かっこいいだろ。君たちはいつも一緒に寝てるのかい？いや、気が向いた時だけさ。それよりもこれ2800円、どうだい、安いだろ。へえ、2800円ね。そうそう、これも見てくれないか。新作の EBB タンブラーさ。これがあればどこにいても喉を潤すことができるのさ。しかもこのデザイン、こんなにスタイリッシュなのにお値段なんと。マイケルは本当に友達なのかい？ちょっとちょっと、これ1000円だよ、1000円。へえ、安いね。そうだ、これも見てくれないか。缶バッジの新作も出るんだ。どうだい、品数豊富だろ。僕が特に気に入ってるの。ミスターマイケル、君たちは本当は付き合って。200円だよ、どうだい、安いだろ。へえ、でもやっぱり君たち二人は付き合ってるんだろ。性別を超えた愛というのは。もう今日は帰ってくれないか。僕たちは疲れてるんだ。8月30日の渋谷オーウエストで待ってるから、その時また会いましょう。いや、だから二人の愛が本物なら。おいいよ、帰ってよ。というわけで今日はここまで。みんな8月30日のエンプティブラックボックスのワンマンライブで今日紹介したアイテムを必ずゲットしてくれよな。それでは See you。